ファデュイのことを気にしてるんだろ。幻影野郎からもらった爆弾のことを覚えてるか。ああいや、爆弾じゃなくてドド通話機だった。聞いてみないか。あいつは情報通だし、重要な手がかりがあるならきっと知ってるはずだ。おや、もう僕に会いたくなったのかい。こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよ。さっきくしゃみしてたよな。キャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよ。オーナーがアレルギーの薬をくれたんだけど、あまり効かなくて。はあ、さて、どうしたんだい。僕に何が他人任せにも程があるぞ。しょうがないやつだな。幻影野郎、オイラたちこの島でファデュイと会ったんだ。なんか変だろ。ファデュイってどこにでもいるんじゃない。標人の手下は優秀だからね。どこに出てきたって不思議じゃないよ。でもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞ。でも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよね。つまり問題はもう解決したんでしょ。そうなんだけど、やっぱりどこかおかしいと思うんだ。だからお前に聞こうと思って。何か手がかりはないのか。ファデュイの情報は入ってないよ。でも大丈夫さ、僕は吟遊詩人だけど、必要ならいつでも連絡していいよ。あまり役に立たなかったとしても、おしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょ。ふっ、お前ってやつは。よく冒険に行く君たちなら、旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさ。でも出会いの全てが危険ってわけじゃない。だから怖がる必要もない。風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ。白い雲が浮かぶところには風もやってくる。安心して、風はいつも君のそばにいるよ。じゃあおしゃべりはここまで。僕はキャッチテイルで演奏しないと。聞いた感じ、ファデュイのことはあまり心配するなって意味か。まあ、幻影野郎がああ言うんだ。オイラも変なことが起こらず、旅が無事に終わることを祈るぜ。友達との旅なんだ、楽しまないとな。冷めたらしいぞ。早く見に来い。怖がらせるなよ。こいつも他の連中と変わらないと思うぜ。人間なんて脆いもんさ。いや、気分はどうだ。体調はいいのか。
なやつだぜ。俺たちが話すのを聞いただけでこんなにビビるなんてな。それもしょうがないこと。人間は俺たちみたいなやつが喋るところを普段は目にせんからな。待てよ、お前ら元から喋れたのか？そりゃもちろん、喋れないと同族とも会話できないじゃん。つまりオイラたちが突然理解できるようになったってことか？それか急に賢くなったのかもな。おめでとさ。おや、起きたんですね。もうお日様の光がギラギラしていますよ。戻ってきたのか。ふむ、景色も綺麗で天気も良い。旅のおかげで気分が癒されたでござり。すべてが順調でございますね。島の一部おかしなところを除けばです。暗黒の眷属が降臨した。これぞ、幽夜浄土が世に帰還する前兆だわ。お嬢様は、こんなこと見たこともないし、こんな展開になるとは思ってもいなかった、とおっしゃっています。そんな意味じゃなかっただろう。ああ、これは僭越でした。今の発言は私自身の感想として受け、昨晩からおそらく島のみに普段は見られない奇妙な光景が広がり始めたのでござる。ええ、水中を泳ぐ鳥に空飛ぶリス、そして天には時を同じくして太陽と月が昇る、そういったことがたくさん。ちらっと見える風景だけでもなんとなく違和感があります。島で奇妙な羽音が聞こえたのに、あたいの周りには空飛ぶ生き物なんていなかったんだ。うむ、それに水音や草花の香りも。この島にはたくさんの植物があるが、この香りはそのどれとも異なる。多分肉眼では見えない何かだと思う。占ってみましたが、水占の番は混沌としていてとても解読できません。なんだか嫌な予感がするぞ。まさかオイラたち面倒ごとに巻き込まれたりしてないよな。この地に幽夜浄土を呼ぶと決意したのに、こんなに奇妙な光景が広がるなんて。なあ、もしかしてこの島を改造した奴らの仕業じゃないの？でもこんなことする動機がないよな。はは、見てよ兄貴、死ぬほど怖がってるみてえだぞ。そりゃそうだろう。誰でも奇妙な出来事にあったら驚くさ。俺はいろんな海域を経験してきたベテランだ。たくさんの船乗りに声をかけてみたが、誰も反応してくれなかった。うんうん、こんな環境じゃなかったら人間が俺たちと言葉を交わすなんて想像もできないよな。こんな環境ってどんな環境だ？環境？もしかして環境の変化が私の占い結果を左右した？そんなこと言われても夢が現実になるわけないだろ。船とリスの言葉が急にわかるのもありえ。わあ！どうしたんだ？あれ、あれを見ろ！いや、幻覚にしてはあまりにも真に迫りすぎていた。一瞬で通り過ぎましたが、先ほどの奇妙な光景と全く同じでした。まさか
本当に幽夜浄土がこの世に存在するなんて。え、しないのか。あ、うん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 、ざれ事よ。その通りです、皆様。奇跡を目の当たりにし、創造の瞬間に敬意を表する時が来ましたぞ。あいつなんだか本当に嬉しそうだな。全く驚かないとは。さすがは冒険者、いろんなものを見てきたんですね。これが幻覚でないのなら行って調査すべきでござる。一つ方法を思いついたぜ。ちょっと刺激を与えてみて、痛かったら目が覚めるはずだろ。うん、一理あるかもしれぬ。そうだろ。さあカズハ、あたいの顔面に一発かませ。え、そんなわけにはいかぬ。深淵殿、拙者が一発受けよう。でもあたいのパンチは痛いぞ。それよりもこうしようぜ。オイラたちに任せるんだ。おい旅人、オイラにパンチさせてくれるか。お前たちは面白いな。幻覚だと？人間にとっては俺たちの声が聞こえるというだけで幻覚なのか。兄貴も知ってるはずだろ。人間は大人になるといろんなことを忘れ、いろんな能力を失うらしいぜ。そうか、それはもったいないな。今日のようなことで笑うなどと、艦隊で働いていた頃は想像もできなかった。おいみんな、気になるところに行ってみたいとは思わないか。もちろんだぞ。でもどうしたら。ほら見ろ。何をですか。もちろん俺を。おっと、自己紹介を忘れていたな。俺はこの海域で最も賢く最も器用な船だ。名前は好きに呼んでいいぞ。名前がないのか。名前などもう忘れてしまった。覚えているのは稲妻から来たということだけさ。そうか、じゃあお前のことお肉丸って呼んでもいいか。稲妻の名前はなんとか丸が多いからな。お肉丸かまわんぞ。俺に出会えたお前たちは運がいい。俺はどんな嵐でも乗り越えられるし、どんな波も俺の相手じゃない。だから乗りな。行きたいところに連れて行ってやる。やれやれ、兄貴はいいやつだな。俺たちをここに放り込んだ風神とはまるで大違いだぜ。モンドの風神のことさ、知らなかったのか。この島々の中には昔モンドの山頂だったやつがある。当時風神は地形を整えるために山頂を切り落として、そいつを丸ごと海に投げ捨てたんだ。俺のヒーヒーヒーもう何代前かわからねえじいちゃんは山頂と一緒にここまで投げられたのさ。そんなことがあったなんてそれ以来俺たち一族は代々ここに住んでる。幸い他にもいくつかリスの巣が投げられてきてたから、俺たちはここで王国を築いたんだ。メリットは天敵がいないから、島のナッツが全部俺たちのものになること。デメリットは他のどこにも行けないこと。まさか幽夜浄土がリスの帝国だったなんてな。無礼者。パイモン殿、デタラメをおっしゃってはいけませんよ。
竜夜浄土は夜ガラスの国、これは常識でございます。おい、そこの稲妻のあんちゃん、俺たち同郷同士だろ。稲妻の男なら海に出る勇気がないといかん。ついてくるか。海に出るというのは故郷を遠く離れ。そうだ、ありったけの勇気とちょっとした決心が必要だ。二度と帰れなくなるかもしれないが、旅立たねば世界はいつまでも己の心の中だけだ。ふむ、お憎まれ、お主の言うことはとても正しい。それを聞いてついていかねば男が廃るでござる。皆も来るか。拙者は先ほどの異常現象が起きた島に行くつもりであるが、彼からは船の匂いがする。古き木材、水を遮る漆。ほう、みんなはどう思いますか。オズ、私のためにはしごを設置して、一緒に行ってみんなで見識を広めようぜ。面白い。じゃあ早速出発だ。くれぐれも気をつけて。